こんにちは、札幌占い美容室ハイエンマカシの後藤です。美容師の都市伝説編、今回ね、僕話す内容っていうのは全く事実がではございません、何の根拠もありませんので皆さん信じないでください。今回は三性矯正、三性色毛矯正について、軽くだけね、話したいと思います。三性色毛矯正というものはどういうものかと言いますと、ペーハーがね、そんなアルカリじゃないもので色毛矯正をやっていくと、スピエラというね、薬だと GMT という薬使うのかな、その辺をこう使ってやっていくんですけど、結構歴史としては古いですけどね、最近ちょっとまた流行ってきてるみたいで、僕はあの現状三性色毛矯正はやってません。はい、今はステップ色毛矯正っていうのを僕オリジナルでやってます。はい、ということで、三性色毛矯正っていうのは、何が普通の色毛矯正と違うのかっていうと、いろいろやり方あると思うんですけど、アイロンですね。あの洋服のこのアイロンかけるとき、アイロンっぽくないけど、まあいいか、アイロンこうかけたとしますよね。で、アイロンかけたときに乾いてる状態だとなかなか形つかないじゃないですか、アイロン。で、ちょっと濡らしますよね。シューッとこう濡らしてこうアイロン入れると形つくじゃないですか。まあそんなような感じなんですよ。まあ、ちょっと違うかもしれないけど、原理としてはちょっと違うかもしれないけど、まあ簡単に言ってますよ。これ一般の人向けにね、ちょっと配信してるんで、そんな感じです。なので濡れた状態で、毛髪内部に水分が残ってる状態でアイロン入れるわけですね。野菜炒めとか、卵の方が分かりやすいか、目玉焼き作る時とか、そのままフライパンでジューってやっていくと、下普通にそのまま何もしないでそのままバーってこう油引いて卵パーッと落としてこうやってやっていくと、下の表面はねちょっと熱が通ってて、まあ中はちょっとこう表面の方はあんまり熱が伝わってないですよね。でそこに水をパッと入れて蓋をかぶせてパーッとこう室熱でやると、結構卵がパーッとこうね、熱が全体に行き渡って、野菜炒めとかもそうですね、水ちょっと入れてパーッとこうやったりしますよね。それと一緒で、室熱を使ってるわけです。で、室熱の方が熱伝導率がいいので、熱が伝わると。で、まあ弱いって言っても三性色毛矯正の薬実は弱くもないんですけど、その、まあ、通常アルカリのものよりはね、結構弱いというか、弱いという感じです。なので、その三性色毛矯正のでね、ちょっと水分が残ってる状態でアイロンを入れるのが、まあ、基本的に三性色毛矯正みたいな感じになってるわけですよ。だから一台上がった時に結構ウェーブがあったりとかするわけですね、こうバーッと。でそれをアイロンでこう伸ばしていくみたいな、結構意外と、ね、綺麗に伸びるんですよ。三性色毛矯正ってすごいなと思って、僕最初やった時に、やっぱりアルカリの矯正はどっちかっていうと、超グリコール酸とか使ってる色毛矯正ってちょっと硬さが出ちゃったりとかね、毛髪の形状がちょっとピッとこうへこ、こう潰れちゃったりとかして、薬剤でね、ちょっとこうシャキンとなりすぎちゃったりとか、まあ、酸性は意外とねこう円形状崩さないでこういけたりとかするので結構いいんですけど、その実はね、乾熱っていうのは、まあ、乾いた状態ですね、水分を奪って、やっていく方の熱で、室熱はこう水分を使ってこうやっていく方の熱、実は室熱の方が髪傷むんですよ。熱伝導率がいいだけあって、なので、実はねビビっちゃったりとか、ビビビってこうね濡れてる時にアイロン入れてビビるってこともあるんですけど、ビビるっていうのは要は髪の毛って下に毛先の方に水が流れようとしますよね。でこうやってやってるうちに水がだんだんこう先ちょ毛先の方にこうちゃんとドライを、もしやるんだったらドライ率を毛先の方をしっかり例えばね乾かして中間水分残すっていう風に、まあ、やってるところもあると思うんですけど、そのまま濡れた状態でどんどんこうしごいていくから毛先に水分がいくわけですよ。でそこでジューって毛先やっちゃってチリチリってなって、室熱でチリチリになっちゃったやつは卵の黄身が硬くなるのと一緒で治んないんですよ。はい、そういうことです、痛むっていうのは。なので、まあ、根元だけやってる分には関しては特に問題はね、そんなないんですけれども、あとバックウェーブっていって、もともとアイロン入れる前に結構うねりあるじゃないですか。でやってその時よくてもあと戻ったりとかすることもあるんですよね、しっかり酸化していかないとっていうこともあったりとかして、まあ、僕は酸性矯正はちょっと、やってないんですけど、
その室熱で失敗することって結構あって、まあこれ今流行ってるんでね、結構いろんなとこで失敗してビビっちゃったとかね、特にもみあげとか顔周りのフェイスラインの毛がビビって硬くなってジジってなっちゃったりとか、結構そういう経験ある方もいらっしゃると思うんですね。こういうところがめちゃくちゃ痛みやすいんで、はい、こういうもみあげとか、あとこういう三つ襟とかね、こうビビりやすいですよ、ビビって水分が残ってると。ということで、あとうねりが出てきちゃったりとかね、そういうことが多々あります。でうまくね、そういう水分コントロールができないとマイナスになったりすることもあるんで、ただね、水分コントロールうまくすればやっぱりそれなりにきれいに伸びるんですよ。やっぱすごいなって最初ね考えた人すごい、本当頭いいなって僕はそれ感心してたんですけど、なかなかやっぱりそのアルカリ矯正やったりするよりは 酸性宿毛矯正極めていくと結構ね、水分を間違えなければすごくいい結果出るんじゃないかなっていうふうに思って、だからまあそれもあって今、まあ、今流行ってるっていうのもちょっとねもうだいぶ前のもんなんで、かなりのタイムラグですけど、まあねいいのかなっていう感じが、まあ、結果としてね良ければいいかなっていうふうに思うんですけど、まあ、その湿熱の怖さですね、はい。まあ、僕は一切ウェットでアイロン入ることはないんで、今はもうやめてます。ドライで入りますね、っていうふうに、今はやってますね、はい。まあ、何がいいかっていうのはちょっとね僕もいろいろ検証した中で今やめてるっていうだけなんで、まあもちろん酸性宿毛矯正やってる時に結果が良かったのもありますし、結果が悪かったのもあって、まあ、今いろいろ検証してちょっと違うことやってますけど、でも本当に極めたらすごい素晴らしい技術かなっていうふうに思っております。はい。まあ、ちょっとまとめられなかったんですけど、まあ湿熱は痛むよってことです。ちゃんとねそこら辺を理解している美容師さんに担当していただければ特に問題はないし、いい結果が出ると思いますので、皆さん安心していつも行ってる美容師に通ってください。はい。今回僕言ってるのは全く嘘です。湿熱とか寒熱とかね全くわからないで僕喋ってますから、もう全部信用しないでください。信じるか信じないかはあなた次第です。ということで、皆さんよろしければチャンネル登録お願いいたします。今後ねどこかで宿毛矯正の発信ができるところがあった時があったら、発信していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。ご清聴ありがとうございました。